ヘンリー・ウィルソンはアメリカ合衆国の政治家。マサチューセッツ州選出上院議員及び第18代アメリカ合衆国副大統領。ウィルソンはニューハンプシャー州ファーミントンでジェレマイア・ジョーンズ・コルバスとして生まれた。1833年にヘンリー・ウィルソンへ改名した。同じ年にマサチューセッツ州ネイティックへ移り住み、靴屋として働いた。 ウィルソンはいくつかの地方の学校に入学し、ネイティックで教育を受け、後に同地で靴の製造業に従事した。1841年から1852年まで衆議会議員を務め、1848年から1851年までボストンリパブリカン紙のオーナー及び編集者であった。ウィルソンは1852年の会議,議員選挙に落選した。 1853年に、州憲法制定会議の代表となり、同年のマサチューセッツ州知事選挙に出馬したが、落選した。1855年に、上院議員、エドワード・エベレットの辞職によって生じた、補欠選挙で、自由土地等、アメリカン等、民主党連合の候補として当選し、1859年、1865年、及び1871年に、 共和党員として再選された。上院議員職を1855年1月31日から1873年3月3日まで務め副大統領になるため上院議員を辞職した。ウィルソンは軍事委員会及び民兵委員会の議長であった。1861年にマサチューセッツ義勇兵第22連隊を組織指揮した。ウィルソンは ユリシーズ・エス・グラント大統領と共に共和党の副大統領候補に選ばれ、1873年3月4日からワシントン DC の国会議事堂で死去するまで同職を務めた。ネイティックのオールドデル・パーク墓地に埋葬された。ありがとうございます。